高橋文才が6月15日にツイッターで今、金髪です。と綴り、センター分けの金髪部屋にしていることを報告。フォロワーから金髪めっちゃ似合ってます。かっこよすぎる。と称賛を浴びていた。そこで今回は10ケラ30代の女性100人に金髪にしたらかっこいいイケメンについて聞いてみた。四角第3位は悪そうな役も似合いそう、佐藤健。 第3位11.0%は佐藤健。佐藤は2018年に放送された綾瀬はるか主演ドラマ義母と娘のブルース TBSK でチャラメな茶髪ダメ男役を公演。主演映画ルローに健心シリーズでは漫画実写ということもありブラウン系のロン毛姿を披露している。クールなイメージもあるので金髪も違和感なくに合いそうだ。 顔が整っているのでどんな髪色でも似合い、そう33歳、女性企画マーケティング。顔がかっこいいから絶対似合う、30歳、女性学生フリーター。ちょっと悪そうな役も似合いそうだから31歳女性。何をしてもかっこいい、から。36歳、女性、主婦ヤンキーっぽいのも似合いそうなので33歳、女性。 主婦資格第2位は東リベドラケンの山田博樹第22.0%は山田博樹。山田は公開中の北村匠海主演映画東京リベンジャーズシリーズで金髪二川頭部を借り上げた東京版その副総長ドラケン役を熱演。7月28日公開の山崎健人主演映画キングダム運命の炎では超大国長の副賞。 満曲役を演じているが、シルダーロングのビジュアルが披露された。4月期の主演ドラマ、ペンディングトレインマイナス8時23分、明日、君と TBSK では美容師役ということもあり、単発パーマの金髪センター分けがイケメンすぎると話題になった。そんな山田は7月5日に、ニュースポストセブン、小学館。 で、元の木坂46西野七瀬との交際が報じられた。目が力強いので金髪が似合うと思う22歳、女性学生フリーター。おしゃれ顔だから似合い、そう32歳、女性事務職。ドラマ、ペンディングトレインを見てチャラそうだけどかっこいいという役柄が似合っていたから、16歳、女性学生フリーター。 映画東京リベンジャーズのドラケン役がとても合っていたのでどんな髪、色髪型も似合うと思った27歳女性。性格的にも見た目的にもぴったり合い、そう39歳女性。主婦資格第1位はピンク髪も似合っていた横浜流れ星そして第1位14.0%は横浜流れ星。横浜は8月に佐藤光一とのダブル主演映画。 春に散る、が公開予定。同映画では、金髪姿でボクサー役を演じている。横浜といえば2019年放送の深田京子主演ドラマ、初めて恋をした日に読む話、TBSK、で演じたピンク髪の不良高校生役の印象が強い。そんな横浜は2022年公開の主演映画、クイ、でシルバーヘアを披露している。 今までも役柄に合わせて様々な髪色に挑戦している印象だ。顔の目鼻立ちがくっきりしているので似合い、そう、30歳、女性主婦。顔立ちがはっきりしているので明るい髪色が似合う、30歳、女性金融関係。何でも似合いそうだから35歳、女性事務職。若いので似合うと思う22歳、女性学生フリーター。 以前ピンク髪にして話題になったのでピンクが似合うのなら金髪も似合うと思った20歳女性学生フリーターイケメンだから何でも似合う33歳女性主婦映画キングダム主演の山崎賢人もランクイン金髪にしたらかっこいいイケメン第4位以下はこちらから